はい、どうもお疲れ様です。弁理士のキッチンへようこそ。おかえりなさい。元気ですか、皆さん。チャンネル登録してください。高評価、チャンネル登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録。皆さん、おかげさまでね、チャンネル少しずつ大きくなってきてますから、すごくね、本当心からね、感謝の気持ち申し上げたいと思いますね。今日のメニューは、カルボナーラ。ローマ出身だから、ローマ郷土料理のカルボナーラ紹介してくれっていう話が多かったので、まあ今日、なんと、皆さん、なんと、本場のカルボナーラレシピを紹介させていただきます。エコシコア、カルボナーラトラディシオナーレ、皆さん、本場のカルボナーラの材料でございます。まずこれ、ペコリノロマーノチーズですね。もしなければ、パルミジャーノレジャーノ、またはそのパルミジャーノレジャーノとペコリーノのブレンドでもいいんですね。そしてこれですね、パンチェッタではなくてグァンチャーレです。グァンチャーレは豚のほっぺたの部位ですね。ほっぺたの部分です。そしてスパゲッティと卵、新鮮なものをお願いします。ブラックペッパーも使いましょう。まずね、本場のカルボナーラはグァンチャーレを使うことがすごく大事ですね。もしなければパンチェッタを使う。パンチェッタがどうしても手に入らない場合は生ハム、塩漬けの豚ですから、生ハムも手に入らないって言ったらじゃあベーコンでもいいよ。ただしベーコン使ってしまうともう本当にね、もう全然違う料理になってしまうから、まあなるべくね、ワンチャーレ、豚のほっぺた、ほっぺたにチューしてください。奥さん、ほっぺたにチューしてくださいね。パンチェッタとワンチャーレ何が違うんですか、味的にね。まず食べたことない方もいらっしゃると思うので、まずワンチャーレの方がデリケートな味ですね。甘みがあってね、すごくこうまろやかですね。口の中ですごくこう和食的な味なんですね。ワンチャーレの硬いこの皮膚のところを切らせていただきます。そしてワンチャーレを棒状に切ります。君だけ好きです。君だけをね、使わせていただきます。ご覧ください、中にペコリのチーズと卵とブラックペッパーがあるんですね。そしてフォークでこういう風に混ぜていきます。お湯が沸騰してきましたので塩を入れたいと思いますけども、いつもよりちょっと少なめ、なぜなら豚肉にもチーズにも塩分が入っているので、ね、ちょっとだけでいいです。はい、もう今日の料理同時進行ね、すごく早いんです。パパッとできます。早くて美味しくてパワーがつきます。パワーがつけばみんな喜びます。秘密兵器の食材を紹介させていただきたいと思います。こちらです。何これ何これ、これはラードですね、豚の。そう、今回はオリーブオイルとかバター一切使わないんですね。フライパンの火をつけてラード入れます。ラードの油を溶かしてグァンチャーレを入れるんですね。豚だけの味が出ます。そしてラードが溶けてからグァンチャーレ入れます。最初にこのコテンナも入れるんですけども、途中から除きます。はい、そしてその硬い部分のコテンナを除きます。見てください、皆さん、スパゲッティを茹でながらグァンチャーレを溶かしていきます。見てください、いい感じですね、ピンクですね、綺麗な色ですね。スパゲッティはアルデンテになりましたので、スパゲッティの湯を切ってフライパンの中に移します。火を消します。先ほどのチーズ卵を入れます。ちょっとパスタ汁も入れます。火がもう消えてるんですね。パスタ汁入れて、そして最後にお好みで粉チーズとブラックペッパーをかけます。カルボナーラ完成でございます。あーローマの香り、やローマのコロッセオ、いただきます。すごくクリーミーで濃厚で、もう本場の味ね、もうこれですね、これ食べたいね。うん、時々これを食べれば本当にパワーがつきます。OK、 皆さん、今日もお疲れ様です。いかがでしたか、本場のカルボナーラ、ローマの、ローマっ子が教えるカルボナーラ、まあ、たまには面白いかもしれませんね。まあ、いろんなバリエーションがございますから、これからもね、いろんなアイデア加えて作っていきたいと思います。ということで皆さん、またお会いしましょう。チャオ。